しばらくの間お付き合いを願います。まあ話の方はってえともう相変わらずと言いますか、わけのわからないといったようなところが噛み合うってえとこれは話が出来上がると、こういう手順になってるようですけども、兄の目だけどね、なんだあのほらよくよ、上ばみってだろ、上ばみよ、うん、どうして上ばみってのかな、ね、どうしてったってほらね、しょうがないよ、 上ばみだもん。だからどうして上ばみって、じゃねえか、あらよ、上だな、上がだからばむんだな、あれ、はあ、そうかね、上なんてものはあればむのかね、あれは、ばむな、そうかよ、知らなかったな、バムのかな、バムな、バム、なんだかちっとも訳が分からない。これがこの訳が分からないだけならいいんですが、この上にもう一杯ガサツっていうのが加わりましてな、その上今度は親でも何でも張り倒そうなんていうのが出てくるってえと、どうにもこれはまとまりはつきませんが、おお隠居すまねえがね、ちょっとよ、連城連子書いてあるってな、よ、連城連子連子。ランコ入ってくる、ランコよ、え、日本だ、日本よ、お入ってくる、便所よ、なんだこの野郎、いきなり人のうちドカ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 入り込んできやがって、なんだ離縁状を2本かけ、バカなことを言うな、離縁状なんてものは頼まれたからって、おおそうか、おいそれかけるもんじゃねえ、大体な離縁状なんてものはそりゃ1本はかみさんにやると、まあ相場は決まってるんだろうが、もう1本は誰にやる、ババよ。なんだそのババアってのは、あら知らねえかよ、おいうちにいるババア、古くからいるババア、提灯ババア知らねえか、なんだいその提灯ババアってのは、横に障害売ってるから提灯ババアじゃん、縦に寄ってらガラガサババア、縦横寄ってらちりめんババア、いろんなこと言ってやろ、親を捕まえてな、え提灯ババアって言い草があるか、なんで親ってな、つまらねえ濡れ衣着せんな、おい、なんだその濡れ衣って、あれお前のお母さんじゃないのか、誰、あれ冗談言っちゃいかないよな、じゃあ何かお前の嫁さんのお母さん、あらとんでもねえ親戚の方かね、どういたしまして、なんだい、なんですかね、あれなんですったってお前のうちにいるんだろう、あれは、いますね、ずいぶん古くから嫌がってね、あれもね、聞くところによるって言うと足の生まれる前からいるって言うんですよ、ことによったらあの家の主じゃねえかと思ってね、バカなことを言うな、主ってのがあるか、私もねあんまりよくわからねえもんですから、この間ね寝ながらよくよく考えてみたらね、ほらあの3年前に足の親父が死にましたがね、ええ、あの親父の連れ合いなんですがね、どうも世の中にはイケプテババがいるもんだと思って、待て待てこの野郎、なんだお前の亡くなったお父っつぁんの連れ合い、おかみさんならお前にとっちゃおっかさんだろ、おやっぱりそういう見当になるか、なんだ見当だってやる、火事の方角見てるんじゃねえぞ、見当って言い草があるか、まったく呆れ返ったもんだ、親に炎上をやろう、呆れ返って物が言えねえや、お前にな小言を言うのはもういいやきた、いくら言ったってぬかに釘だ、効き目がねえ、あ今日はな、あ俺の友達でもってな、長谷川町の新道に紅ラボーなまるという進学の先生がいる、そこ行って少し話を聞いてこい、あその先生の話をそうだな当のうち3つでも聞いてくりゃお前はいい心持ちになれるから、そうかよお前、
俺いい心持ちにしてもらえるってんなら行くじゃねえかよ。俺いい心持ち好きだからな、俺な。うん、うん、なんで長谷川町の新道の、うん、ベラボーに怠けるベラボーに怠けるではない、ベニラボーなまるだな。ああ、その先生の話を聞いてこい。おう、そうかい。でも作るけど、何、手紙は、あ、持ってくのかい、手紙を。え、あの、いや、持ってくよ、じゃあ。え、これ持ってけいいのか。あの、何の方がどうなったんだよ、あの、霊園城の方がよ。霊園城よ、霊園城。まだ忘れねえな。先生の話をな、ああ、聞いた上で、それでもお前が名を書いてもらおうという了見が残ってたら、俺がのしつけて何本でも書いてやる。早く行ってこい。うん、行ってくれ。あっぱれんなよ。まっぷらんよ、まっぷらんねえ、ぷらんない、ぷらんねえ、ぷらんねえ、はい、はあはあ、どなたでございますかな。はあ、今誰もおりませんのでな、どうぞそこ開けてお入りくださいまし。どうぞ、もし表でそのピラ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 おっしゃってる方、どうぞお入りくださいまして。あはは、これはどうも、そうそう、どうぞどうぞこちらお入りくださいまし。あ、お手紙をお持ちになる。あ、そうですか、はいはい、拝見いたしましょう。ただいま返事を出すものならすぐにも差し上げますんで、ちょっとお待ちくださいまし。岩田のご隠居からのお手紙ですか。はあはあ、へはは、いや、ぶさたはたがいですがな。この野郎、俺と手紙を七三に見比べやがって、こんちょ、嫌な笑い方するんちょ。これはどうも、とんだ失礼をしましたな。いや、てっきりお使いの方かと存じておりましたらば、あなたがこのお手紙のご本人の八五郎さんでいらっしゃる。私がお尋ねに預かります、紅ラボーなまるでな。いやいや、これはまあ進学者などという、そのようなものではございません。いささか進学をかじりおりますもので、どうぞ、そこではお話ができませんので上へお上がりください。何ですかな、今この岩田のご隠居のお手紙によりますと、あなたに一人のおっかさんがおありのようだが、そのおっかさんをあなたは無事長着なさるという、殴るというな、これは何かのお間違いでしょう。当たり前だよ、バカにしないでもらえてな。いくら俺は話は分からねえからったってよ、親なんぞ殴るけ。そうでしょうな、ああ、蹴飛ばさ蹴飛ばす、はあ、これはどうも呆れ返ったもんですな。私もこの年になるまで親を蹴飛ばすなどという話聞いたことがございません。そうだろう、俺は発明したんだからつまらないものを発明しては困りますがな。まあそれとなく意見をしてくれるようにという岩田のご隠居からのお手紙で、意見などというな、はあ、おこがましいことはできませんが、お話し相手ぐらいならいたしましょうか。なんだ知らねえけどよ、隠居が言うにはね、おまんの話を当のうち3つ聞きゃいい心持ちになれるってからよ、置いてきたんだよ。ほら、一ついい心持ちにしろじゃねえか。ほら、いい心持ちはですから。なんだ、なんかやんのか。落語かなんかやるか。それとも何呼びしかなんかちょっと、なんか、なんだ、どでつか、どでつ。進学というものは聞いていて面白いおかしいというものではございませんのでな、これから私がぼちぼち申し上げますお話を、一つ耳で聞かずに腹で聞いていただきたい。腹で、へその穴か。へその穴ではございません。耳は取り次ぎの下女下男、ご本人のあなたにしっかりと聞いていただきたいがな。お手紙によりますと、あなたは大変にこの
タヌキだそうで、なんだ、タヌキだ、タヌキではない、タヌキ、気が短い。喧嘩がお好きか、お好きか、かーなんてもんじゃねえや、かーなんてもんじゃ。そしたら江戸っ子で職人で威勢がいいんだよ。喧嘩つから三度の教えるすぎんだ。売られた喧嘩なんだ、高い安い言わねえでポンポンがちんでおるら。やるか。私はやりません。私は喧嘩は大嫌いでな。ああ喧嘩などというものは徳のいく話じゃございませんので、ああ必ずどちらかが損をする。何言ってんだよ、喧嘩するのに損も得もあるべ。こしたらな、喧嘩となら命だって言えねえんだよ。そんなすごい御用さんでもよろしいな。それはまあ誰でも腹の立つということはあるものだな。そこをぐっと我慢をする。気に入らぬ風もあろうに柳かな、むっとして帰れば角の柳かな、風の吹く方を後ろに柳かな。よよよよよよ、始まらったらら、ありがてえな。お分かりですか。いいえ、まるっきり分からないのに感心をされては困ります。柳というものはな、決して風に逆らわないな。南から風が吹けば北になびく、北から風が吹けば南になびく。風の吹くまま吹かぬまま、人も柳と同じように柔らかな心持ちを持ってもらいたいな。冗談言っちゃいけねえ。人間が柳みたいに風の吹くたんびあっちフラフラこっちフラフラしてみろい。堀端なんぞ歩いたら堀の中落っこっちゃう。そういうことではございませんよ。お分かりがないかな。つまりな、人も柳と同じように柔らかな心持ちを持てということだ。さすれば人といさかいをするなどということも自然となくなる。これが道理だ。通らぬる人に香るや目の花。あなた何かな、この官人をご存知か。なんだ、官主だ。官主ではない、官人。腹が立つことがあってもぐっと我慢をする。これが官人ですな。官人のなる官人は誰もする、ならぬ堪忍するが堪忍。堪忍の袋を常に胸にかけ、破けたら縫え、破けたら縫え。ねえ、なむが見たぶつとよく合う。合わしちゃ困りますよ、どうも。お分かりがないようですな、どうもな。ではもう少し分かりやすいお話をいたしましょうか。あなたが表をお歩きになりましょう。すると角店か何かでもって小僧さんが水をまいている。その巻き水があなたの着物の裾にかかる。その時あなたはどうなさる。どうなさるもこうなさるもんね。その小僧を張り倒すよ。張り倒すと言ってもこれはまだごく小さな小僧さんで、小さかろうと大きかろうとそんなことは構わねえんだよ。しかしな、これは粗相ですから。粗相だろうとなんだろうと、俺はその小僧のえりっくいとつかめといて、そのうちを俺はねじ込むね。てめえんとこじゃよ、こんなバチゲーな小僧を買っときやがって。買っとく、ははこれはあなたの言いそうなことですね。当たり前で、おしとら江戸っ子で職人だよ。威勢がいいんだよ俺は。もう威勢がよろしい。ではな、今度はあなたが風の強い日に狭い路地をお歩きになる。すると屋根から瓦が落ちてきてあなたのおつむりに当たる。さすればあなたはいたかろう。何？いたかろう？しっかりしろよこのサンダルぼっち。頭に瓦ぶつかってくすぐってわけねえじゃねえかよ。いてえじゃねえか。その時あなたはどうなさる。誰を相手取って喧嘩をなさるかな。瓦ととっくみ合いをいたしますか。何を言ってんだ、瓦ととっくみなんだ。それから瓦のかけらこう握っといてよ。そのうちは俺怒鳴り込むじゃん。てめえんとこじゃ職人の手間惜しめやるから、こういうことになんだい。この頭の傷はどうして作るんだってんだ俺な。公約台踏んでくちゃう。公約台か。これは気がつかなかったな、これは。これもあなたのやりそうな。当たる目でこしとら江戸っ子だい、職人だい。威勢がいいんだ俺は。威勢がよろしいか。ではな、そこがもし空き棚だったらどうなさる。空き棚？置き棚ならおめえ誰か越してくんの待ってろよ。これはまた気の長い話ですな。
ではな、今度はあなたが、より四方回ろうという白い腹の中に差し掛かる。俗に言う夏の雨は馬の背を分ける夕立だ。先ほどあなたは小僧さんのまいたわずかな水に腹を立てられたが、さあ今度は全身濡れネズミだ。その時あなたはどうなさる。誰を相手取って喧嘩をなさる。江戸っ子で職人で威勢のいいあなたのことだ。黙ってはいまい。おとらめで黙ってられるかお前。だから尻を狂ったまくちゃうろ。で尻狂ってまくってよ。お？やろう。だから尻を狂ってまくってよ。トン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 と。やろう。歓迎やがったな逆ボタン。逆ボタル？さあ誰を相手取って喧嘩をなさる。誰を相手取ったって言ったじゃん。二人どっこでしょうんで、伊勢がいいんだ。白くるっとおってよ。ちくしょう。どうもすまない。いや、謝らんでもよろしいぞ。職人で威勢のいいあなたのことだな。黙ってはいまい。おい、おい、言うぜ、おい、おい。急にその気合をかけんの、急に。だから尻をくるっとまくっといて言うて、ほら、あーっと、だんとこう、だから駆け出すってんで、駆け出すんだ、ほら。駆け出したところで白い腹中。雨は一面に降っている。とてもこの雨から逃れきれるものではないぞ。大きな木の下でな、ほら、雨宿りしようじゃねえか、雨宿りを。白い腹中。木などは一本もない。そばの居酒屋かなんかでもってこら一杯やりながら雨が上がんのちょっと待とうじゃねえか。しらおい腹中、うち謎は一軒もない。よせよお前、それじゃやらずぶったくりじゃねえかよお前。それじゃしょうがねえよな。もうどうしようがない、どうしようがないって。だから諦めちゃうよ。どう諦める。やろう、突き当たりまで聞くなよお前。どう諦めるったって、天から降った雨だと思って諦めちゃうよ。天から降った雨だと思って諦められるか。られるかったってこれ以上られようがねえんだこっちは。天から降った雨だと思って諦められるのなら、先ほど小僧さんがまいたわずかな水も天から降った雨だと思って諦めてごらんなさい。人に頭を殴られる、殴られたんじゃない。これは屋根から瓦が落ちてきてあなたのおつむりに当たったのだと諦めてごらんなさい。屋根から瓦が落ちてきたのも己がそこを通りかかった身の不運だと諦めてごらんなさい。何事も物を大きく広く考えることでしょう。これを仏説の方では、因縁とか運命などとこう申しておりますがな、我々神学の方では天が己になせる災いというところから天災とこう申しております。何事も天才と諦めるわけにはいかんかな。やろう。悔しいなのかな。じゃあ何かを、まあ早い話がよ。お前が言うには人を天だと思えってのかい。まあまあそういうことでしょう。いや、まあそう言われてみるわよ。うん、まあ正直な話が、喧嘩して得したためじゃねえよ、そら。そらそうで着物破く、怪我するね。後で仲直りに一杯やろうかなんて、みんな銭のかかることばっかりで。そら得はしねえけど、でもこれは物の弾みだ、しゃねえやから。そうだろ？うん。いやね、おしんどこの長いね、随分喧嘩っぱいのいるよ。うん。俺ばかりじゃねえんだよ。だけどこの天性を心得てるって誰も今までいなかったな、お前。なんかあったらこの天性をな、ちょいと俺はな、うん。こう振り回してるんだけどよ、なんとか言ってろ。え、落ち着くろよな。さっき言ったよ、なんかあったらこうしっくりけったよ。あの柳が、あの柳がしっくり返りはしませんよ。むっとして帰れば角の柳かな、気に入らぬ風もあろうに柳かな。
風の吹く方を後ろに柳かな、これか。あ、だだだだ、それで、それからよ、俺の堪忍坊主よ。堪忍坊主？あ、堪忍ですか。堪忍のなる堪忍は誰もする。ならぬ堪忍するが堪忍。堪忍の袋を常に胸にかけ、破けたら縫え、破けたら縫えと。いい心持ちですな。それでそれで、それやりてえよ、俺もよ、だからよ、うん、まあそういう調子にはなかなかね、名調子にはいかねえけど、私も、まあ、せいぜいそういうふうに やってみますよ、こうなったらよ。堪忍、いや、そんな声を出さんでもよろしい。あ、いえ、でもさ、本職みてえな声が出してえからよ。じゃあ、あっしはこれで蹴るから、もう。なんだ、もうお帰りか。今来たばかりじゃないかな。あ、今度は一つ道のお話でもいたしましょう。いいよ、もう道不審の話なんざ。いや、道不審の話ではないが、あ、さようか。あ、お帰りになる。あ、これはどうもな、話にかまけてお茶も出さんで失礼をした。いいって方や。今までの俺だったらよ、何だって茶の一杯ぐらい出さねえんだったら昼はくるっと待ってんだよ。今日俺天才来られてる。まあ早い話がよ、まあ俺がここへ来た身の不運だよ。どうぞお帰りになりましたら、岩田のご隠居によろしくお伝えくださいましよ。どうかなさいましたか。おうおう、おお、下駄が片っぽなくなった。ああ、そうですか。ああ、格子が開いておりましたんで、悪い犬がくわえ出したのかもしれませんな。あ、いいよ、犬がくわえたと思うから腹立つんで、天がくわえたと思えばいいんだよ。さか天はくわえないでしょうが、まあ一つそういう具合にお諦めを。私のでよかったらどうぞお吐きください。いいよ、果たして駆け出してか。あ、もしもし、もし、あとを閉めていっていただきたいが。なんで俺が閉めねえと思うから腹立つんだよ。天が閉めねえと思え。何だろう。え、おか、今帰ったい。今帰ったじゃないよ。何してんだよ、おっかさん蹴飛ばして思って飛び出してっちゃったさ。どこ行ったんだよ。そんなことはどうでもいい、うるせえや、ほんとに。え、どうしたんだよ、お前。いや、ごめん、名前中がよ、なんとなくざわざわしてんじゃねえか。え、なんかあったのか。なんかあったかも、いいところだよ。え、大変だったよ、今。ほら、熊さんのとこでさ、おみつさんとの別れ話が持ち上がってたろ。それちゃんと話がついてないうちに新しい女引っ張り込んだもんだから、そこへおみつさんが表から暴れ込んで死ぬの殺すのって、まあえらい騒ぎだったんだから。長屋中みんな出てって止めたからね、収まったけどさ、みんなそう言ってたよ。お前さんがいなくてよかったって。お前さんがいたらね、すぐ収まる喧嘩が3日かかって、その上怪我人が出て、言ってんのかよ。ちょっと俺言ってくれ、どこ行くんだよ。俺熊のとこでよしなよ、今収まったばっかりなんだからさ。お前さんが来てとまた持ち上がっちゃうよ。何言ったんで。今まんとの俺たちとわけが違うんで。今日から俺は天水来れてんだ。俺はちょっと向こう行って天水振りましてくれ。危ないよ、天水よけなんざ振り回しちゃさ。やあ、熊いるか。あら、悪いのが来たよ、お前。こっち今収まったばっかりなんだ。どうも兄、すまねえ。うんだ、お前喧嘩しとっていいじゃねえかよ、お前。いや、ちょっとね、あの虫の居所が悪かったんだ。すまねえ、勘弁してくれ。もういいよ、そうそれ。おめえにちょいとな、俺話があんだよ。お使いの方かと思いましたら、あなたがご本人の八五郎さんでいらっしゃる。おい、しっかりしろよ、おい。八五郎おめえじゃねえかよ。俺熊五郎ってんだ、ほら。いい、黙って聞け。そこではお話ができません。どうぞこちらへお上がりください。なんて言うんだ、上がってんの俺だよ。おめえそこに立ってんじゃねえか。おめえ上がれ。あ、そう、じゃあ上がる。お手紙によりますと。どこに手紙が。いいんだよ、うるさいな、黙って聞いてろよ。あなたに一人のおっかさんがおありのようだが。おっかさんいないよ、ほら、とっくに死んじゃった。知ってんだろ、お前も。あ、そうだ、じゃあ俺んとこのババア貸すからよ。俺借りてどうすんだよ。蹴飛ばせ。やだよ。よし、じゃあまあババアいいや、ババア抜きでやろう。お手紙によりますと、あなたは大変にタヌキだそうで。よせよ、俺タヌキじゃねえ、俺クマって言われてんだ。したんだよ。
なんでそのタヌキがいいんだよ。お前そのちょっと何か言わねえ、黙って聞け、この野郎。気に入らぬ風もあろうにカッパかな。カッパは川津で、川は柳で柔らけえと。ん、波から風が吹けば西になびくと。西から風が吹けば北になびくと。北から風が吹けば寒いからどうしてもいっぱいやりたくなるだろうってんだよ。なんだいそれ、なんだってことはねえんだよこの野郎。まだわからねえんかなこいつはな。だから人間は神主だってんだ。奈良の神主、駿河の神主、中で天神寝てござる。ああこりゃこりゃ踊ってやらこの野郎。まだ分からねえのかなこいつはな。神主の袋を常にズタ袋、破けたら縫え、破けたら縫えと。どうだお分かりか。分からねえ。分からねえ。では分かりやすいお話をいたしましょう。お前が表を歩くだろ、すると屋根から小僧が落っこちる。危ねえなこれ。危なかねえんだよ。大きな腹へ出るでしょうてんだよ。夏の雨は馬が降らい。嘘をつけ。馬の背を分けるにわか雨ってんだろ。あ、そう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 、 にわか雨、にわか雨。すると屋根から小僧が水をまく。間抜けな小僧だろ。間抜けじゃねえんだよ。だからおめえだってそうだよ。千の神さんが暴れかんだと思えから腹が立つんだい。天が暴れ込んだと思え。これすなわち天才だ。何、俺のところは繊細の間違い。